ポルケ・ベルナドッテは、スウェーデンの外交官。スウェーデン王家であるベルナドッテ家の一員で、オスカル2世の次男オスカル・カール・アウグスト王子の子、グスタフ5世の甥にあたる。スウェーデンの王位継承法では、君主の許可なく結婚した王族とその子孫は、王位継承権と称号を失ったが、オスカル2世の王妃ソフィアが、ルクセンブルク大公、アドルフのイボ妹であった関係で、 1868年以降は、ルクセンブルク大公からそうしたスウェーデン王族、全員に対して、ビスボリのベルナドッテ博の称号が授けられていた。父オスカル王子は、平民の娘、エヴァムンクと、既戦結婚したため、二人の間に生まれた子供たちには、王子王女の称号は与えられなかった。そのためホルケは、ベルナドッテ博として知られている。最初は、この駅兵の称号であった。 スウェーデン・アメリカ合衆国友好施設として、よくアメリカ合衆国を訪問した。第二次世界大戦中の1943年に、スウェーデン赤十字社副総裁、1946年には総裁となった。大戦中は、捕虜交換のために活動し、1945年4月、ハインリヒ・ヒムラーと会見し、ドイツの休戦、降伏交渉にも関与するが、 不成功に終わる。デンマークのクルソーにあるホルケベルナドっての記念像1948年5月20日に国連に壊れ、1948年第一次、中東戦争を解決するため、国連パレスティナ朝廷官に任命される。イスラエル政府とアラブとの和平に尽力するが、戦闘中の1948年9月17日、エルサレムで武装使用ニストの過激派分子。 レヒによって国連軍将校と共に射殺された。ありがとうございます。